とう、ガレットゼロワ。お誕生日おめでとう、ありがとう。今日はあなたのためにガレットロワを作ったの。何それ？このパンの中にコインが入っていて、食べたパンの中にコインがあったらその人は幸せになれる。面白そうでしょ？じゃあ切り分けるよ。さあ好きなの選んで。いただきます。もぐもぐ。あ、どうしたの？何か硬いものを飲み込んじゃった。あはは、うっかりさん、きっとコインだ。どうしよう、コイン小さいから大丈夫よ。じゃあ片付けてくるね。ママどうしたの？書斎の鍵を知らない？書斎の鍵？それならいつものこの手、あれ？コインだ。このコイン確かパンの中に入れたはずなのに、もしかして。どこに行ったのかしら、お父さんに怒られちゃうわ。どうしよう。あ、私ってばうっかりしてたわ。鍵見つけたよ。今ドア開けるね。っていう、まあその鍵は一体どこにあってどうやって取り出したのかわからないですけどね。動く絵本出た、動く絵本出た出た、懐かしい。うっかりさんとガレットロワー、お誕生日おめでとう、ありがとう。今日はあなたのためにガレットゼロワーを作ったの。何それ？食べたパンの中にそのコインがあったらその人は幸せになる。面白そうでしょ。じゃあ切り分けるよ。さあ好きなの選んでいただきます。もぐもぐもぐ。あ、どうしたの？何か硬いもの飲み込んじゃった。あは、うっかりさん、きっとコインだ。どうしよう、コインは小さいから大丈夫だよ。じゃあ片付けてくるね。ママどうしたの？書斎の鍵を知らない？書斎の鍵？ここのいつもそこのテーブル、あれ？コインだ。このコイン確かパンの中に入れたはずな。もしかして。どこ行っちゃったのかしら、お父さんに怒られちゃうわ。どうしよう。私ってばうっかりしてたわ。鍵見つけたよ。今扉開ける。っていう、これ結構当時はね衝撃的だったよ。